チハム、伊藤博美、イーファスピッチでストライク。ストライク取るんだな。超スローボールでストライク。イーファス来た。てかよくストライク入ったわ。TDN ボール。ただののあれは軒並みボールだったけど、機械判定ならストライクのやつも多数あったろうな。ゾーンの端をかすめればいいんだから。こういうのってそれなりのコース行けばワンバンでもストライクだよね。球審は絶対取らんだろうけど、むしろノーバンの方がボール確定。伊藤やるね。伊藤去年とは別人で草。他の変化球もキレキレだし、今年の伊藤はヤバいかもな。